明治神宮野球大会の高校の部は20日、神宮球場で開幕して1回戦があり、大垣日大、東海、岐阜、和東海大札幌、北海道、20-3 で敗れた。3点を先取され、打線は6安打に抑え込まれた。大垣日大、高橋正明監督の試合後の主なコメントは以下の通り。写真、明治神宮大会、高校の部聖光学院、東洋大姫路。大垣日大、高橋正明監督。先発の中野、翔真は1回に先制されたが、2回以降は立ち直り、7回から救援した、2番手の谷の口、かけるイコールかける、も良い投球だった。守備に関しては合格だと思う。今まで通りの守りができた。打つ方は良い打球もあったが、つながりを欠いてしまった。相手の投手が素晴らしかったし、この冬の課題ができたと捉えたい。まずはフィジカル、強い体を作ることがテーマになる。より小さい坂口圭三監督から今年チームを引き継ぎ、神宮大会に出場したより大きい。坂口先生から引き継いだことは技術の前に人を育てるということ。また、野球においては基本をしっかりやる。先生は座右の銘が魂だったので、魂あふれるプレーをやるんだということもだと思う。より小さい監督としてのアレンジはより大きい。思い切ってのびのびやらせることですかね。坂口先生はあれだけの名将で偉大なので、私に交代したところでもう少し選手にのびのびとやらせようと。試合の中で積極性が出てきた。今日はうまくいかなかったが、東海大会では逆転劇につながった部分もあると思う。積極性は生まれている。